はい、皆さんこんにちは、中森です。前回ですね、受験生の人向けの9月から本気出す人向けの動画を出したんですが、今回ですね、高校2年生の人、要は高2の秋から受験勉強を始めようかな、本格的にやろうかなって思ってる人向けに、その人の場合はどうやって勉強していけば、どんなことに気をつければいいのかみたいなことを話していきたいと思います。ではね、早速話していきましょう。でまずなんですが、基本的な勉強の方針はその受験生の9月のやつと同じなんですね。その時間が長い分ね、結構ある程度余裕を持ってやれるっていうこと以外は大まかなやり方は一緒なんで、それはまずね、先に前回の動画のまとめとしてちょっとね、こちらに出しておきますので、これで気になったところとかがあったら、前のね、受験生の動画をまず見てから、今回高2ならではの話をちょっとしていきたいと思いますので、そちらを続けて見ていただければと思います。まずはね、基本的にはこんな感じですね。ゴール設定して、スタート把握して、そして大まかに目標を立てていって、実際に勉強を始めて、その勉強の結果をもとに修正してってことを繰り返していくみたいな感じでやっていくと、勉強っていうのはうまくいくよということなんですが、高校2年生だとね、そもそもまだまだ決まってないことも結構あるかなと思うんで、そういうことも含めてですね、今回本気出したい人だったら、というかそもそも本気を出すためにこういうことやっておかないとなかなか勉強が加速しないよってことなんで、そこを話していきたいと思います。というわけで、まず1つ目、2年生終了時点までの目標を決めましょうということですね。おそらくですね、現時点でその志望校がはっきり決まってる人ってのはそんなにいないと思うんですよ。東京大学とかなら、いるかもしれませんが、例えば総計とか、マーチとか、医学部とか、国公立とか、そういうそのアバウトには決めてるかなと思うんですけど、その最終的にどこにするかっていうのはまだまだ決めてないし、進捗に合わせて夏ぐらいに、3年生の夏ぐらいに選んでいこうかなみたいな人が結構多いかなと思うんで、今の時点では2年生終了時点でどうなっておきたいかっていうのを決めた方がいいということですね。だから科目もおそらくその現時点では全部受験で使う科目をやるでもならないかなと思うし、そもそも受験で使う科目が決まってないしみたいな、ケースも多いかなと思うので、そうなるとやっぱり重要視して動いていくのは、文系だったら英語、理系だったら数学最優先で、英語、数学、現代文あたりからね、特にやっぱり優先的にやるし、理系だったら理科1個ぐらいは結構受験に向けて勉強を開始するっていうことを2年生のうちにやっておきたいなっていうふうになって、でそれが2年生の終わりまでにどこまでいくのかという場合ですね。本当にね、めちゃくちゃ進学校に行ってて、実際その、同級生からとか卒業生からも東大出てますみたいな人だったら、もうめちゃくちゃ進んで全科目やってるってケースもあるかもしれないけど、高2から勉強始めるって人も多くはね、まだ基礎はね、仕上がってない状況の人が多いと思うので、だから2年生終了時までに、例えば英語と、数学の基礎を終わらせたいなと、英語はとりあえずもう英検2級とか準1級取れるようになりたいな、そういうのを目標として掲げて、そのためにどこまでやるかっていうのを決めていくといいよということですね。はい、続いて、2つ目ですね。はい、こちら、志望校や入試方式をできるだけ多く知り、取れる選択肢を増やす。これめちゃくちゃ大事ですね。まず受験って一般入試だけじゃないんですよ。で、一般入試と推薦は両方受けてもいいんですよ。ここが結構大事で、割とやっぱりね、受験生になってからも結構多いんですけど、推薦の人は推薦のみしか考えてなくて、一般の人は一般のみしか考えてないケース結構多いんだけど、いや別に両方使えばいいじゃんって話なんですよね。もちろんその、試験の形式によっては両方を受けるのが結構大変な部分ももちろんあるんだけど、だから早めに知っとけってことなんですね。そう、実際の最新の入試の募集とかっていうのは、その年の夏とかに結構発表されるところが多いから、最新情報っていうのは、実際の入試の場合だったら分からない部分もあるんだけど、基本的にその翌年以降入試が変わる場合には予告がされてるんですよ、大学のホームページで。2026年から入試はこうなりますよみたいな感じで、その入試の変更点みたいなことは結構事前に早めにされてるケースがほとんどなんで、そういうのも知っておきつつ、自分が今行きたいと思ってる学校、大学とか学部っていうのが、そもそもその、一般だとどういう受け方ができる、例えば私立だったら私立の一般入試のものだけなのか、共通テスト利用とか併用とか、
英検とか その外部試験、美容入試があるのとか、配点がめっちゃ偏らせて特定の科目にめっちゃ高いパターンがあるのとか、一科目で受けられる形式があるのみたいな風に、入試ってめちゃくちゃいろいろなパターンがあるんですよ。あとは、ね、推薦入試あるの、総合型選抜入試あるのっていうのもそうだし、あとは自分の、ね、通ってる学校で指定校推薦があるのとかもそうだし、結構ね、その自分が行きたいところに行く選択肢っていうのはめちゃくちゃいっぱいあるわけなんですよ。で、これを見ていくと、要はその、例えばさっき言った漠然とした志望校あるじゃないですか。要は総計とか、まあ、地とか、カンカン同率の中で、自分が目指しやすいのどこだろうかっていうのもある程度考えやすくなるわけなんですね。一番やっぱり参考になるのは過去問にはなるんですけど、だからその前のうちに、そもそも例えば自分が得意な科目が使えるのかとか、配点はどうなのかってところもまずあるし、まあ、内申点が結構いい人とかだったら推薦使えないからさ、ここだったら一般も推薦も両方使えるんじゃないっていうところもあったりするし、あるいはここあれ推薦なんだけど、面接とかじゃなくて学力試験なんだみたいなのがあったりもするし、結構ね、入試ってめちゃくちゃ多様化してるんで、その自分が受けやすい形式っていうのを探したら割とあったりするわけなんですよ。だから別に使わなきゃいけないわけじゃないから、使わないのはいいんですよ。だけど知らないともったいないよってことなんですよ。うん、それこそ学費なんかの面でもね、特待生とかがあったりするところもやっぱりあったりはするから、そういうこともやっぱり調べておくと、全然その奨学金までね、そういうところを調べておくと、全然その取れる選択肢が変わってきたりはするから、その知らないまま偏差値とかブランドだけで決めない方がいいよってことですね。あと文系とか理系も最初のうちに決めない方がいいです。うん、割とね、これは両方受けられるような学部もあるし、その文系だからこうとか理系だからこうっていう先入観は最初の位置ではあまり持たない方が、なんとなく自分の得意不得意で理系とか文系とかを考えるのは全然いいんだけど、あるいはやりたいことが文系だから文系、あるいは理系だから理系みたいなのがいいんだけど、その別にそれってその資格試験とかじゃない限りは、基本的に文系でも理系でも割と選べる選択肢あったりするんですよね。その結構職業とかまで広げると幅って広いから、その自分が今こうだと思っている先入観で結構思っちゃってる部分とか、人から言われてそうだなと思ってる部分が、実は最新の情報を調べてみたら、それだけじゃなくないみたいなことがあったりするわけなんですよ。例えば今だと文系理系垣根なく両方の科目で受けられる入試も結構増えてきてるし、だから最初から狭めちゃうのめちゃくちゃもったいないんですよ。そうだから、そのもうね、なんなら今だったら文系の科目しかやってないけど文系理系の学部を受けられるみたいなケースも結構増えてきてはいるし、だからそれを知らずに志望校を決めちゃうのはマジでもったいないんで、もう志望校100個ぐらいを選択肢の候補に入れるぐらいのつもりで、まずいろんな選択肢を取ると。でこの時に大事なのが、大学だけじゃなくてその先を考えて、そのある程度決めていった方がいいっていうことですね。まあ、あとは大学生活も踏まえて考えた方がいい。要は一人暮らしするのかとか、自宅から通うのかとかってもそうだし、じゃあ通うとしたら実際その家から通ったら電車でとかバスとかで何時間ぐらい、何十分ぐらいかかるのみたいな、家から学校までどれぐらいかかってんの、でその大学の中でどんなことやりたい、例えば資格を取りたいっていう話なのか、なんかそのこの学部でこの勉強をしたいみたいな話なのか、なんかこの先生のもとで受けたいなのか、将来こういう会社に入りたくて、その会社にいっぱいその、ね、卒業生が就職しているところを選びたいなのか、これが人によってさ、優先することが変わってくると思うんで、そういうことも調べられる時間あるじゃないですか。だからいっぱい調べた方がいいし、あとできれば企業とかのことも知っておいた方がいいと思うんですけど、要はなんでかっていうと、そもそもね、多分みんな企業のこととか職業のことあんま知らないと思うんですよ。僕も学生時代は全然知らなかったし、今だってね、その最新の職業がどんなものがあるかなんて、やっぱりね、もう常に増え続けてるから、もう調べていかないと、全然何その職業みたいなのもあったりするんですよ。だから、そのね、知らない状態で選ぶのってもったいないと思うんですよ。ひょっとしたら自分がまだ知らないだけでめちゃくちゃ自分に向いてる、あるいはやりたいなって思う仕事とか将来があるかもしれないのに、なんかそのね、今知ってるとか周りの人が知ってる大学とか職業だけで選択肢を選んじゃうのはめちゃくちゃもったいないから、できるだけね、広く範囲を持っていった方がいいということがあるわけなんですよ。5年後10年後にね、やっぱり皆さんその社会に出ていくわけじゃないですか。でなった時に、その
今当たり前のように言われていることが本当に5年後も当たり前なのかって言ったらそうじゃない世界に今なってきているから、やっぱね、せっかく、ね、志望校とか進路っていうものを決められるタイミングなんだから、面倒くさいかもしれないけど、あるいは興味ないかもしれないけど調べてみると面白いよと。今例えばね、その、いろんな世の中の会社のことを知りたかったら、株とかね、そういうのを買ってる人なんかだと、その四季報っていうそのいろんな会社のね情報とか載ってる本とかあったりするし、あるいは、ね、最先端の研究とかを載ってるそのニュートンとかね、そういうその、理系向けの雑誌とかもあったりするんだけど、そういうものとかもあったりするから、その世の中のことを知れるものって、YouTube なんかでもいろいろ紹介してくれてる人もいるしね。だからそういうその自分の選択肢を視野を広げてくれるコンテンツっていうのはやっぱり世の中に今結構あるんで、でも興味持たないとなかなかたどり着けないんですよ。だから今のうちに知っていろいろ調べてみてほしいんですよ。そうすると、第一志望とか第二志望っていうのは偏差値以外でいろいろ考えるようになっていくんですよね、で第一志望とか第二志望っていう概念じゃなくて、ここに行ったらこうする、ここに行ったらこうするみたいな感じで、その全部の学校がそのテンションが上がる志望校になるみたいな、なんか偏差値でだけで決めちゃったりすると、なんかその偏差値高いところが良くて低いところが悪いみたいな感じになりがちになっちゃうんだけど、そうじゃなくて、そこでやれることとかやることが結構選択肢変わったりするから、どれを選んでも楽しくなるように、その自分のやりたいことができるように、その将来の道をちょっとね、ちょっと先まで考えて、ちょっと広く考えておくと、いろいろやれることが増えるよっていうので、ぜひぜひそれをね、やってみてほしいなっていうふうに思います。それもね、ぜひぜひすごい塾に相談してもらっても大丈夫なんで、なんかね、職業とかね、その進路のところ聞きたかったらね、ぜひ来てみてください。というわけで、志望校っていうのはいっぱいあった方がいいよって、今のうちはね。最終的に受けるのがいっぱいあったらお金かかるからあれだけど、今のうちには結構広く志望校を持ってたよっていうのが、2つ目ですね。そして、3つ目、共通テストの、同日模試受けましょうということですね。これは模試という形じゃなくても、新聞とかに載ったりするから、それとかネットでね、問題見れたりもするから、それを制限時間測って解くだけでもいいのかもしれないけど、ただ、できればね、模試の形式でやってるところが予備校とかがあるんで、そこを受けた方がいいかなと思うんですけど、共通テストは本当に知っておいた方がいい。特に国公立考えてる人はね、あと、共通テスト利用入試を私立で使う予定の人も、やっぱり知っておいた方がいい。共通テストっていうのが、どれだけやばい試験なのかっていうのをね、高2時点で受けたらマジでむずい試験なんで、ある程度実力がある人でもその共通テストで高得点を取るというのはとても大変なことなので、それを知っておいた方がいいかなっていうので、でこれはなんか共通テスト挑める実力がなくても挑んだ方がいいですね、やっぱり、そこで知っておいた方がいいっていう、これ将来解かなきゃいけないんかみたいなのを、知っておいた方がいいかなっていうのはあるので、とりあえず受けておくのをお勧めします。で、前科目別に受けなくてもいいです。英数国とか英数理とかでもいいのかなと思います。別に国公立志望だからって5教科8科目9科目とかは別に全然受けなくてもいいかなと思うんですけど、全然何もやってない科目であればね、だけどやっぱその主要科目、二次試験なんかですけど、科目なんかは一旦受けておいた方がいいかなと思いますね、特にね、英語とかはね、やばって多分なると思うので、最初聞いてみるとね、英数国あたりはね、かなりね、初めて見る人は面食らうと思うんで、ぜひぜひ本番のね、難易度を知ってみてほしいかなと思いますね、じゃあ続いて4つ目なんですけど、定期試験についてですね、先ほど言ったように推薦入試とか受けるケースもやっぱり今の、ね、受験市場だと増えているわけですよ、受験業界はね。だからそうなってくると、内申点やっぱ取りたいじゃないですか。学校の成績いい方が受けられる入試が増えるんで、単純にね、大学行きたい大学が決まった時に受ける権利が1回増えるとか2回増えるなら全然話変わってくるんで、内申点を取りたいと思うんですけど、この内申点を取る定期試験のテストとかの点数を取るための勉強の質を向上させた方がいいです。できるだけ短時間で点数を取れるようにしていく、あるいは高得点を取れるためにはどのぐらい、どういうことがやるようになるかっていうのをちゃんとさじ加減を知っておくってことを、高校、本当は1年生とかからなんだけど、2年生のうちからちゃんとやっておいた方がいいよっていうことですね。結局受験生になった時にやっぱり受験勉強みんなしたいじゃないですか。だけど
その試験勉強を定期試験の勉強もやらなきゃいけなくて、でまあかつての一般入試重視の時代だったらもう捨てろでよかったんですよ。一般入試受けるんだったら内申なんか関係ないから捨てちゃえっていう選択肢を取ってた人多かったかなと思うんですけど、まあ今もねよっぽどギリギリな人だったらそうかなと思うんだけど、ただ実際学校の試験を全て無視して一般受験とかのみに特化できる人、あの、ね、メンタルが強いこれ褒め言葉じゃないですよ別にいいことじゃないからね、学校の定期テストは取れることじゃないんだから、あのそのね、あのいろんな人に怒られながらもでも我を貫くみたいな人だったら別にいいのかもしんないけど、基本的にはまああの定期テストで取れた方がいいじゃないですか。だから短期間で取れるコツを掴んでおくことが大事なんです。どのぐらい自分が勉強しておけば、例えば試験何週間前からどのぐらいの勉強しておけばどのぐらいの点数で取れるのか、それで成績をキープできるのかってことをちゃんと分かっておいて負担を減らすってことをちゃんと考えた方がいいと思うんですね。でそうすると内申点がある程度やっぱり取れてるのはなんだかんだその推薦とかが使えんなら絶対使いたいってなる人多いから、あの今のうちから諦めちゃうとか捨てちゃうのはもったいないと思うんですよ、うん、受験生向けの動画でも話したけど計画なんか絶対どっかで変わるんだから、だから変わった時に取れる選択肢が多い方がやっぱねいろいろ可能性広がっていくんで、最初から定期テストを諦めて内申点諦めて一般入試にかけるっていうよりは、その内申点とかをできるだけ短い時間で取れるようにしちゃっておけば負担を減らせて、かつ、ね、選択肢が増えるんで全然変わってくるってことなんで、まあ、そこはねめっちゃ大事ですよってことですね。今推薦入試の方がね募集人数多かったりするわけだから、選択肢として考慮しないっていうのはまあもったいないんで、ぜひぜひ、ね、そこはねやっておいた方がいいかなと思いますね。はい、そして、これが最後5つ目なんですが、これはねぜひぜひやっていただきたいと思うのが、まあ、2つ目の話にもつながってくるんですけど、まあ、志望校とか将来の進路っていうものを話すじゃないですか。その後にそれをちゃんと保護者の方と話し合いましょうっていうこと、うん、これはめちゃくちゃ大事ですね、うん、やっぱねその高校生とかね高卒生ぐらいにもなるとなかなかその、ね、保護者の方、まあね、ご両親とかとその腹を割ってじゃないですけど真剣に進路を話をするっていうのも、まあ、難しい年頃だとは思うんですよね。やっぱり反抗期とかもあるしみたいな。だけどその自分の将来のことを考えてみたときにやっぱり、ね、大人の意見は聞いておいた方が絶対に、それは大学だけじゃないからってことですね。それは大学とか進路のことだけだったらそれはね勉強のプロである先生とかに聞くだけでも結構参考になることはあるかもしれないけど、職業とか大人として生きていくってことになった時はやっぱさその親の意見とか周りの大人の意見は本当にそれを聞いて決めろ、なんていうかそれに従えって言ってるわけじゃなくてちゃんと話した方がいいと思うっていうことですね。でそうするとやっぱりその、ね、自分が思っている考えとかっていうのは、まあね、反対されるかもしれないし否定されるかもしれない、まあ、あるいはもっとこっちの方がいいんじゃないっていうなんか押し付けされたって思うようなことを言われるかもしれない。だけどその上でちゃんと考えた方がいいと思うっていうことなんですよね。でまあもちろんねその保護者の方も別にパーフェクト超人ではないから何もかも親の言うことが楽しくて子供側の言ってることとか考えが間違ってるってわけじゃない。だけどわざわざ嫌がらせて言ってるわけじゃない。それなりにその生きてきた経験の中でとかその世の中のことを、ね、自分たちよりも、まあね、何十年かは長く生きてる大人として子供に比べてねその中での意見ってやっぱり言うことってあるから、だからそれをちゃんと意見として聞いてその上で判断をやっぱりした方がいいとは思いますね、うん、将来のことはね一人で決めない方がいいと思う、うん、だからそれこそまあね、すごい塾なんかでも進路相談とかやっぱ結構するし、まあね、生徒と話すことも多いんだけど、まあね、保護者の方と3人っていうか4人で相談することもあるし生徒のみ保護者のみで話すこともあるんですよ、
もう生徒さんのみ、保護者さんの方のみですね、で話して、でも一緒で話すこともやっぱりあって、でそれはやっぱり それぞれに考えあって、で別にどっちかが間違ってるとかっていうことも、まあそうはないんですよね。まあ、例えば子供側はめちゃくちゃ希望的観測で言ってんだけど、その親はその今の状況を見て、いやあれはちょっときついんじゃないかみたいなことを考えてる、あるいは逆にそのあの子はもっとできるはずなのに、なんかその楽をしたくてなんか妥協してやってんじゃないかみたいになってたみたいな感じでこう対立していくる話、あるいはどっちも言ってることは同じ意見も向いてんだけど、なんかそのただやっぱりそれでいいのかちょっと悩んでるから意見を聞きたいとか、そのそういう部分もあったりとかして、結構やっぱりね、そのいろんな人を受験ってね、そのてか進路っていろんな人をやっぱり巻き込むものだと思うんです。一人でやっぱり決めるものじゃないかなと思っていて、だからね、あの頼りになるその大人、別に保護者の方だけじゃなくて、まあね、学校の先生とか塾の先生とか、まあ、兄弟だったりとか、まあ、友達だったりとか、まあ、先輩とかね、まあ、そういう人とかにやっぱりいろいろ話を聞いてみた方がいいと思います。うん、でいろいろ悩んだりとか迷ったりすることもあるかもしれないし、ああしろこうしろって言われることもあるかもしれないけど、だけどね、何も言われないよりずっといいです、そっちの方が。うん、あのやっぱね、悩んだ方が結局あの最初の結論と結局変わらなかったとしても、悩んだ上で決めた方がいいことがやっぱり多いかなと私自身思ってるんで、できる限り人と相談しながら進路をやっぱちゃんと決めていった方がいいかなと思いますね。うん、で、あの反対されてなえる程度の目標なら逆にあのどの道目指したところでなえるかなと思うんで、そのどうしてもやりたいことならそれでも足らなくべきだと思うから、だからその進路に関してはやっぱりね、堂々と自信持って言えるような進路を決めていくべきかなっていうのを思う。だからその過程でいろんな人の意見とかをね、うん、取り入れた方がとか聞いた方がいいかな、取り入れるかどうかはまあ最終決断は自分にすればいいかなと思うんですけど、でも聞いた方がいいかなと思いますね。だからその志望校とかね、いろいろネットとかで調べて、あのこういうところ受けたいな、ああいうところ受けたいなとかいろいろ探して選択肢いっぱい増やした、でその上で、まあね、そういうあの信頼できる大人とかに、ね、話を聞いて、まあ、その上で取捨選択していくというのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というわけで、今回はですね、まあ、あの受験生は勉強特化の話が多かったんですが、高校2年生はね、まあ、割と進路決定の方が結構やっぱり大事かなと思うので、そっちの話をメインにしました。まあ、プラスちゃんと勉強することが大事なんで、まあ、勉強の中身についてはね、その受験生版の方を見てもらえればと思うんですけど、あのね、そもそも大学合格ゴールじゃないんで、まあ、別に大学じゃなくても、まあ大学行かなかったとしても、あるいは専門学校行ったとしても、あるいはね、その、まあ、日本の大学じゃ海外の大学行くとかだったとしても、あるいは一般入試とか推薦入試とか全部そうなんですけど、大学受験って別にある意味チェックポイントに行くためだけのものなんで、その先まだあるんですよ。だからその大学受験をある意味なんか そこまでこう人生のなんか最終到達地点みたいな風に考えない方がいいんですね。あくまでその先あるから、でその先まで見たら楽しい進路いっぱいあるから、でやれる要は自分の勝ち筋もいっぱいあるから、勝ち筋っていう言い方変に聞こえるかもしれないけど、でも結局ね、なんで大学行くかって言ったら、単純にやっぱ幸せに生きていくためだと思うんですよ。その例えばお金が稼げるようになりたいとか、自分がやりたい職業につけるようになりたいとか、憧れの企業に入りたいとか、まあ、あるいは大学時代が憧れる大学では学びたい、卒業したいとかあると思うんだけど、でもそれって多分ね、そういう目標って大学合格の時点じゃ叶わないことがもう 99% だと思うんですよ。その先があってやっぱり叶うものがほとんどだと思うから、だからこそその先も見た上で、でいろんなことを幅広く選択肢を広げて進路を目指していってほしい。そうすると全然やる気とかも変わってくるからね。うん、漠然と偏差値だけをとかで、ね、見てとか、なんとなくよく知らないんだけど大学を決めるっていう、なんかね、そうするとなんか偏差値で決める役割のブランド大学行ったらダメなのか、そうじゃない だけどそれだけで決めちゃダメだよっていう、もっといろいろ知った上で、その上で何が自分が行きたい理由なのか、立派な理由じゃなくていいんだって別に、だけどいろいろ選択肢を知った上で決めた方がいいってことですね。それがもう本当に受験に向き合う、自分自身に向き合うっていうのが、そのこのね時期にすごく大事なことなんで、まあ、今回の話はねちょっと参考になれば、少しねその大学のホームページとかその先だけじゃなくて、企業のこととか、ね、職業のこととか、ね、大人のこと、大人になってどんなことを自分はしていくんだろうみたいな、ね、
考えていくっていうのを、ね、やってみてもらえればと思います。というわけでね、ぜひぜひ参考にしてください。もしね、自分とか周りの人だけで、ね、相談あの試験で悩みすぎちゃってなんか結論くださいみたいなのがあったらね、ぜひぜひすごい自分の勉強相談も、お申し込みください。本人だけでもね、保護者の方同席でも相談できますので、ぜひぜひご用意の、スクリーニングにお申し込みください。というわけで今回のお話は以上です。Show